い、どうも、ジュンです。ちょっとスマホをインパネに置いて撮影してますけれども。今回ですね、テスラから久々に撮影をしております。なんかテスラの2年、もう2年乗ってるんで、2年乗ってみて良かったこと、あと悪かったこととか、まあ気になったところっていうのをまとめた動画も撮影はしてるんですけどね、まだ作っていないという感じでございます。まあそれはおいおいあげようかなと思ってるんですけど、まあ、今日はちょっとテスラで羽田空港まで今向かってるんですけれども、ちょっと思ったことがあったんで、なんかこのテスラのモデル X って車重が 2.5 トンあるんですよ。車重が 2.5 トンあるようはヘビー級な車なんですけど、コーナリングを曲がるたびに、まあ、重さはもちろん感じはするものの、いや、よく曲がるなと思って、いや、よく曲がるよなと思いつつ、おこれなんかちょっと動画で喋ろうかなと思って喋ってます。ちょっと興奮気味に。まあ、毎日、今毎日乗ってるんですよ、モデル X ね。通勤メインで毎日乗ってるし、出張行くときも、羽田行くときは大体モデル X 乗って行くんで、結構乗る頻度は前よりか増えてると思うんですよね。で、充電も事務所で今できちゃうから、比較的環境は良くなったんで、非常に乗りやすくなってます。まあ、遠くに行くときとか、自転車乗ってるときは、まあ、キャラバンって行ったりするんですけど、まあでもそんな感じで、今、まあ、首都高とかね、走ってるんですけど、このコーナリングの感じが、なんだろう、いいですよね。2.5 トンある車重にがある車には思えないよね。まあ全然なんだろう、走りやすいですよね。で、いいのがこの車はやっぱ電気自動車ですから、どこをアクセル踏んでもパッて出るわけですよ。例えばね、ターボ車なんかで言うとコーナリング時はやっぱりターボラグ防ぐためにある程度下級圧下げないようにやっぱコーナー曲がると思いますけれども、そんなような走り攻めるっていうのはまあサーキットとかしかないのかもしれないですけど、普通の人はそんな乗り方しないんだろうけど、まあそういう風にしてやっぱ乗んないとね、立ち上がりで遅れちゃうっていうのあるじゃないですか。ちょっとうってわかりますかね、立ち上がりでうってなる感じ。ターボ車でもやっぱありますよね。で、下級かかってくると、おー来た来た来たみたいなね、まあ、そうギアの選択ミスったりとかいろいろあるんだろうけど、ギア比とかね、いろいろあるんでしょうけど、まああと NA なんかもそうですよね。 NA なんかターボがないんで、やっぱりなるべく回転上げた状態でね、コーナリングしてあげないと立ち上がりで全然加速していかないとかねっていうのもあるんで、まあそういうのがあるんですけど、電気自動車の場合そのエンジンの回転数とかっていうのは全く関係ないし、下級圧もそもそもないし、どっから踏んでもトルクフルで 100% トルクが出るんですよね。だからある意味そういう意味でも乗りやすいっていうのかな。コーナリングの微調整もすごいしやすいし、限界まで走ったことがないから、どこのこの G がかかったりすると、なんだろう、その荷重の感じとか、どこでくるんって回っちゃうのかってちょっとわかんないんですけど、さっきって言ってないからね。ちょっとそれも試したいなって本当思いますけど、いやーでもよく走るなーなんて思いますよね。これがもっと軽いモデル3とかモデル Y なんかすると、もっと軽快に走れるのかな。試乗車でしか乗ったことないんでわかんないんですけど、あとモデル S か。X って SUV でどうしても車重も重くてでかいじゃないですか。2.5 トンですからね。だから特別、重い方か。テスラの中でもね、重い方なんですけど。もっとだから、本当にモデル3 Y に乗られてる方は楽しいんじゃないかななんてちょっと思ったんですよね。この車重でこの走り、みたいなね。それがちょっと、なんか、久々に乗っててちょっと楽しいななんて今、思っちゃって。動画を撮ってる次第でございます。いやーよくできてるよな。まあいろいろ気になるとこはねあるんですけどね。電気自動車ならではの気になるところとか、アメ車とかね。モデル SX なんて中国で生産をしてるわけじゃないので、その分作りっていうのがね他より違うんでしょうけれども。あとなんかそのさっき言ったコーナリング中のアクセルワークなんかも。なんだろうな、やっぱその全体的に電子制御じゃないですか。モーター出力もそうだし、だエンジンなんかよりきめ細かくアクセルワークができるのかななんて思ったりもします。もちろんなんだろう、昔のねワイヤー式のスロットルの場合の方がいいって細かく操作できたりするのもあるのかもしれないですけど、電子スロットルだけど。何なんだろうね。やっぱこう、トルクがすぐパッと出るからなのかな。今、靴脱いで、まあ、靴下でこう、運転してるんですけど、靴だとどうしても、例えば、そうだな、アクセル10段階ぐらいでしか、まあ、細かくできないような
場合もちょっと厚手の靴とかだとね、なかなかやっぱり微調整って難しいと思うんですけど、まあ、靴下とか裸足で運転するとすごい細かくアクセルワークもブレーキングも調整ができると思うんですよ。まあ、もちろん慣れとかもあると思いますし、自分は左足ブレーキをよく使うので、もう止まるときは基本左足ブレーキなんですよね。まあ、そういうのもあって、靴履いてるよりかは靴下とか、あと薄い靴の方がもちろん操縦っていうかしやすいっていうのはあるんですけどね。だからそれもすごい小刻みにコントロールしてるけど、ちゃんとなんか反応してくれてる感がテスラはあります。イライラしないですよ、本当にイライラしない、そのアクセルワークに関しては。で、車重もこんなに重くてぐーって遅えなーみたいなのも全然ないし、そういうとこではねマジでストレス感じないんだよね。これで S じゃないや、モデル3とモデル Y かもう多分ね、車重が軽い分もっともっと機敏に動くんだと思うんですけどね。まあ、正直今これパフォーマンスじゃなくて、ただの昔で言うロングレンジっていうやつなんですけど、まあ、デュアルモーターで、カタログスペックが0から100メートル、0、100で 5.1 秒とか、5秒超えぐらいなんですよ。5.6 だったかな、忘れちゃったけど、そんな速くないですよ。で、今のね、最新モデル X のパフォーマンスなんて 3.1 秒だっけ ?SUV のこの 2.5 トンで 3.1 秒とか、頭おかしいでしょっていう感じになってますけど、ちょっとね、乗ってみたいですけどね。どんなもんなんだろう。なんかその、テスラだ、どうのこうのだ、みたいなね、なんか、そういうのじゃなくて、なんか全然そういうのじゃなくて、なんつうんだろう、そういう細かいところ、細かいところがストレス感じないっていうのが、まあ、テスラだなと思いますよね。オートパイロットも操縦楽だし、なんだっけ、まあ、三菱のアウトランダー PHEV もそうだし、リーフとか日産系もそうなんですけど、プロパイロットって、なんかね、ツータッチとかですよね、確か。パイロットボタン押して、マイナス押してとかですよね、確か。まあ、プラスかマイナス押すと、確かピッツって設定に入るんですけど、テスラは、まあ、テスラも2回カチャカチャって、モデル X の場合やんなきゃいけないんですけど、そのまあカチャカチャってやるだけだし、そのステアリングで変な、なんだろう、ボタンがたくさんあって、それのいくつか押さなきゃいけないとかじゃないんですよね。レバーも専用のレバーがあって、専用のレバー1回押せば、ただのクルーズコントロール。2回押せばオートパイロットっていうような感じで、すごい直感的に分かりやすいっていうか、ボタンがそもそもないですからね、ステアリングシンプルすぎちゃって。まあオートパイロットを中心に開発して、このなんかタッチパネルのところで操作するみたいな感覚なんで、逆に目をそらすじゃんみたいな感覚もねあったりするんです。あと物理キーじゃないから、こう揺れでね違うボタンパッと押しちゃうとかあるし、そういうデメリットもあったりするんですけど、でも基本的なところはこのステアリングのところだけで、例えばステアリングのジョグダイヤル長押しするとメニューが出たりとかして、違うボタンがね押せたりするんですよね。ほとんどこのジョグダイヤルだけで一通りまかないちゃうとか、そういうような感じなんで、直感的なんじゃないかな。だから意外とご年配の方がテスラのモデル3から乗ってるのもちょいちょい見るんですけど、いっぱいボタンがガチャ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 あると多分ね、わかんないんじゃないかなと思うんですよね。テスラもテスラで、タッチパネルを操作するってなると、ほんとスマートフォンの操作だから、慣れてないと、なんでわかんねえや、スマホなんて、みたいな感じになるかもしれないですけど、そうじゃなくて、本当に細かい設定は必要とせず、ここだけでやるっていうのはテスラすごいいいんじゃないかなと思いますけども、モデル3なんかね、もっとインパネにもモニターがないので、3と Y ね、真ん中のタブレットみたいなのしかないから、またちょっと感覚も違うんでしょうけど、乗りやすいんじゃないかな、変に。ボタンがって、なんかラクラクホンみたいな、ドコモのね、ラクラクホンみたいなのがテスラかな、なんて思ったりしますね。まあ、右ウインカー、左ウインカーって、レバーのね、違いのあれはありますけど、本当なんかラクラクホンっていう感じはしますよ。あとは、これだけそこそこ速い、パワーのあるというか、速い車じゃないですか。スポーツカーみたいな感じの、まあ、車。まあ、高級車っていうわけでは、テスラはね、ないとは思うんですけれども、海外なんかで言えば大衆車にね、多分入るんでしょうし、値段がたまたま S と X は輸入車ですごい高いだけであって、モデル3も Y も、まあ、海外で買えばこんなにね、高いわけじゃないだろうし、値段もね、500万円台までかなり下がってきてますから、だいぶね、乗りやすい車になったのかなと思うんですけど、まあそこはちょっと置いておいて、これだけのかなりのこの
スピードが出るというか、まあパワーがあるスポーツカーみたいな感じの走りができる車なのに、この物音もせず、エンジン音もせず、まあ、フェラーリとかさ、ポルシェとかさ、ね、そこら辺と、まあ同等というか、それより速かったりするみたいなね。0100だと速いからね。上は負けちゃうから、やっぱりああいったすごい速い車にもちろん負けちゃいますけれども、0100の加速とか、多分コーナリングなんかも速いんじゃないかな、こっちの方が。なんて思ったりするような感じで、向こうはね、もうすごい甲高い音出されて、ウィーンって、パーンみたいな感じで、走りますけど、まあそれももちろん楽しいんですけど、やっぱりね、そのエキゾースト聞きながら走りたいっていうのもありますけど、でもそのこっちはちょっと大人な感じで、もう無言な圧力じゃないですけど、音もせず吸引みたいな感じで行っちゃうっていうのは、ちょっとないっすよね。他の、最近電気自動車もいっぱいいろんなね、海外が出てきて、ハイパー車とかたくさんね、出てきてるから、テスラだけっていうのじゃなくなっちゃいましたけど、この電気自動車のその、なんだろう、面白いところっていうか、ちょっと内燃機関の車と違う面白さがあるっていうのが、電気自動車の面白いところですよね。やっぱワクワクしますよね。でもやっぱり、内燃機関の車を乗ると楽しいっす。それはそれで楽しいっす。うん、それはそれ、これはこれ、みたいなね。ということで、ちょっとまた長々ダラダラ喋っちゃいましたけど、ちょっと久々になんかモデル X 乗ってて、ちょっと、なんか楽しいんじゃねえなんて久々に感じたんで、その電気自動車2年乗ってみて、まあその前 PHEV 乗ってましたから、アウトランダーのね、PHEV 乗ってたんで、まあ電気系をちょっとずっと来てるんですけど、非常に楽しかったんで、喋ろうかなと思って、上げさせてもらった雑談動画でございます。スマホのインカメラで撮ってるっていうね。はい。ということで、こんな感じで個人チャンネルでありますけれども、たまにはこういったテスラの、お話とか、2年乗ってみた感想もちゃんとあげようと思ってますし、あとね、最近エコフローってポータブルバッテリーあるじゃないですか。そのポータブルバッテリーの、販売代理店にちょっとうちの会社の方が、正式にちゃんとなりましたので、まあ、もちろんポータブルバッテリーって Amazon とか通販でも買えちゃうんで、うちの EC サイトで買おうがどこで買おうが値段ほとんど同じ。だと思うんですよね。ただまあうちのサイトの場合クーポンが出たりするんで、タイミングよく買ってもらえればうちの方がね安いところもあるかもしれませんけど、そんなのもあったりして、でそのエコフローからあれなんですよね、スマートフォンパネルとかパワーシステムっていうその、まあそうだな、災害とかで使えるような、災害で停電しちゃった時とか計画停電とかの時に、エコフローの電池から一般家庭に電気を供給するとかっていうね。システムあったりして、これってちょっと電気工事店じゃないと作業ができないっていうのがありますので、そこら辺も、ちょっとうちで工事も含めて、まあ関東エリアだとね、やらせていただこうかなと思っていると。まあ、もともとそっちが本職ですからね、自分はね、ドローン屋さんっていうよりかは電気屋さんの方が、そもそも建設業も電気工事業取ってますし、そっちが実は本業だったりするんで、そこも、やっていこうかなと思っておりますので、そういう関係の動画も上げさせてもらうと思いますので、ぜひいろんな動画を見ていただいて、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではまたその動画でお会いしましょう。本日も長々とご視聴いただきましてありがとうございました。ちなみに今オートパイロットこれ消してますけど、これ山手トンネルなんですけどね、山手トンネルでもオートパイロット使えるんですよ。ただなんかこれちょっと作動条件忘れちゃいましたけど、これ今60キロ制限かかっちゃってるんですけど、山手トンネルって、そもそも60キロ道路なんで、60キロ以上で走っちゃいけないんですけど、80キロとかでオートパイロットやろうと思うと、オートステアリングは60キロに制限されますとか、40キロに制限されますっていうポイントがあって、60キロ道路なんだけど40キロ制限されちゃう時もたまにあるんですよね。だからそこだけちょっとテスラのオートパイロット気をつけたいなっていうのはあるんですけど、他の車って GPS 入らなくなっちゃうとオートパイロットは使えなくなっちゃうんで、やっぱりこのビジュアルで、まあ、DJI のドローンみたいですよね。ビジョンセンサーみたいな感じで、このカメラだけで認識してやってるからこそできる技術っていうのはまあありますよね。うん。はい、余談でした。